小田川。小田川は、高橋川水系の支流で、広島県東北部から岡山県西部を流れる一級河川である。広島県人石群人石高原町上、高新地区周辺に源を発し、木尾高原、通称人石高原を南東方向に流れる。石灰岩室の地質の木尾高原を侵食しながら、人石高原町。 福山市山の町境付近まで見事な警備の猿、鳴る山の京を形成している。岡山県茨城の天神京を経て、茨城街地で東流に転じ、小田郡八陰町を経て、倉敷島美町と、総社市との境界付近で高橋川へ注ぐ。古くは、茨城の茨城街南端で東西に分流、山裾を整流した足田川にも流れ込んでいたと考えられる。 茨市街の地形は、洗浄地となっており、何かの理由で西への流れだけが遮られたという、雪化戦争脱が生じたという説のほか、江戸時代において、ビンゴ福山の初代藩主であった、水野勝成がビンゴ福山城下を、洪水から守るために、世外を行わせ、現在の流路が出来上がったという説に至っては、相当な土木工事であったはずなのに、 そのことを記した文献が残っていないという難がある。流域では、集落や産業が古くから発達。中華流域に沿って、旧産業道が通り、川辺宿、八陰ゲ宿などの宿場町が並び栄えた。また、明治時代まで高瀬船が通じ、旧産業道の愛の宿であった今市茨城西江原町では、海鮮丼屋の大阪屋が営業を行っていた。この初代、 大阪野球衛門は、ビンゴ福山及び水野勝成と関係の深い人物である。なお、中華流域は、JR 山陽本線や昭和以降の国道2号が、京道地界を避けて、旧鴨型往来沿いに通ったことで推備した。明治中期から、治水工事が行われてきたが、出水時に高橋川の合流点からの逆流で、しばしば氾濫を起こす。世紀では、 1972年7月中旬、昭和47年7月豪雨で氾濫し、流域の岡山県部分のうち3.96平方キロメートルが浸水、床上625棟、床下322棟の建物被害があった。1976年9月の昭和51年、台風第17号で、同じく3.89平方キロメートル、床上873棟、 床下線34棟が水に浸かった。1979年、昭和54年1981年、昭和56年1985年、昭和60年1998年、生十年にも洪水による浸水被害が生じた。十一世紀に入ってからは、二千十八年七月七日、平成三十年七月豪雨で市線の高間川、また二川、 末政川を含め8カ所で堤防が決壊し、倉敷島美町の約12平方キロメートルが冠水、4000棟以上の建物に浸水した。原因として、小田川が本川の高橋川に合流する箇所でバックウォーター現象が発生したものとされる。また、八賀芸町では約600棟、茨市では約300棟に浸水被害があった。さらに、 上流の広島県福山市や天野町の山野郷でも氾濫し、キャンプ場が利用不能となる被害があった。天神ダムは、茨城吉井町の天神橋渓谷に園庭を構築し、笠岡湾間宅地の灌溉用水や、工業用水の確保と発電、小田川の洪水調節を行う多目的ダムとして計画されていた。1957年、 昭和32年5月に、防災ダムとして、建設構想があり、1959年、昭和34年11月の案では、ダム関の高さ約41メートル、有効貯水量1138万4000、立方メートルとし、笠岡湾干拓地への導水は、茨城吉井町、火事阿麻半名、当時は、四月国吉井町大麻、加治号、麻半名より取水し、 延長約 11.2km の導水路を持って、笠岡市東大戸で吉田川に放流し、城山下付近に予定されていた遊水地で、再び取水して送るという計画であった。1960年、昭和35年から、概要調査、1964年、昭和39年から、実施設計を経て、1967年度、昭和42年度から、 着工予定だったが、建設により、ダム下流自治体となる、茨城市、当時は、吉井町未編入や茨商工会議所が反対。1966年、昭和41年11月に、笠岡湾干拓地への水源確保を高橋川、水系成り川の新成り川ダムに変更。これにより、同年12月に中止となった。柳原関は、 倉敷市の柳原貯水池を管流するように、小田川を付け替え、柳原貯水池から高橋川への合流部に延定を構築し、小田川の地水と水島コンビナートを中心に活水に、江戸高流川下流地域の水源開発を目的に、ダム、石として計画されていた。百六十八年、昭和十三年に、建設省、当時が構想を発表したが、 建設予定地の自治体の一つであった浅口郡、船尾町、当時が建設に反対。しかし、船尾町は1995年、平成7年2月に建設省及び、岡山県との間で柳原関建設の覚書を締結し、1997年、平成9年からの建設に合意、2008年、平成20年頃に竣工予定だったが、2002年、 平成14年6月10日に当時の岡山県知事石井正宏が突如建設中止を表明し、同年秋に国土交通省中国地方整備局に申し入れて中止となった。福山市と倉敷市には同一河川名の二級河川が存在。他の同盟河川は小田川を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。